もともとそのものづくりされてて、はい、で今経営ですよね。両者ってどうですか、近いですか。そうですね、答えが難しいんですけど、やっぱり全部地続きなんで、あの人間の肌と一緒で、経営はもう体全体のことを考えると。でやっぱり企画とか現場はやっぱりスペシフィックに、その顔とは何だろう、顔の皮膚ってどう違うんだみたいな、伝わってますかねこれ企画だったりそっちに戻りたいなみたいな気持ちになったりすることあるんですか。あ、全然ありますね。またでも競争しなきゃいけないですね、若い人たちと。いや、すごい競争はすごく重要だと思ってて、次の経営人材を育てるとかね、僕のその理想を言うと、俺はもう絶対社長辞めんぞって言い張って戦ってる、はい、その競争がある中で自然と倒されるみたいな、やべえ、あいつ勝てねえわみたいなっていうのが出てくるっていうのが理想だと思う。はあ。企業のトップと異業種社員のガチンコトークバトル、社長質問があります。今回は木村社長のクリエイターの流儀と超個性的なリーダー論が明らかに。モンストをヒットさせ2018年にミクシーのトップに就任した木村社長、現場と経営は何が違うのか、それを表現する彼の言葉があまりにも独特だった。もともとそのものづくりされてて、はい、で今経営ですよね。両者ってどうですか、近いですか、それとも全く違う感じですか。そうですね、こう答えが難しいんですけど、やっぱり全部地続きなんで、こうあの人間の肌と一緒で、なんか首から顔まで全部つながってる。一方でやっぱりなんか洗顔とかね、そうなんか特殊なやつ使いたくなりますよね。 ボディーソープとか洗顔と分けてる人あじゃあ全部一緒に洗ってるって中にはいらっしゃるんですけど、男性だと、うん、でもさ、なんかそのつながってるのに、地続きなのにやっぱりそのスペシフィックにやんなきゃいけない部分はあると思ってて、経営はもう体全体のことを、あのお肌のケアでいうと体全体のことを考えると、でやっぱり企画とか現場はやっぱりスペシフィックに、その顔とは何だろう、顔の皮膚ってどう違うんだみたいな細かい部分をこうやっつけていくっていうのが現場だと思うんで、うん、なんかそんな違いじゃないかなという。そうですか、伝わってますかねこれ。そしてここからは木村社長が考える理想のリーダー像が明らかに。またこう企画だったりそっちに戻りたいなみたいな気持ちになったりすることあるんですか。あ、全然ありますね。あ、そうですか。ちょいちょいね、あの言っちゃうんですよね現場で。これはあの参考レベルに聞いてほしいんだけどと、これを実装してほしいっていう意味じゃないんだけどと、これこうやったら面白いと思うんだよねみたいな、ついつい言っちゃうんですよ ね、よくないですねでもそれこそ創業の笠原さんはまたものづくりの方を今やられてるわけですよね、はい、ああいうのってのは一つのモデルとして面白いなと思ったりするんですか、ね、うん、あ、そうですね、あ、うちの会社の特殊性だと思ってて、うん、やっぱりなんか、ね、経営者とかってずっと居座り続けると、うん、次の更新の経営者にこうなんかいい影響がないからとかっていうのはありますけど、初代社長ですけどいても全然僕はあのマイナス の、あの影響を受けてないんで、別にあれしろこれしろとかって言われないですし、社長になったら次あの会長になって顧問になってみたいな、うんうん、そういうそのパターンだけじゃなくて、経営者やってからまた現場に戻るみたいな、ですよね、なんか監督からまた選手に戻るみたいな、うん、みたいな、うん、まあ、まあでもそういうなんか人生設計のありなんだなっていうのは、はい、すごい面白いなと思いますね。木村さんはそういうのも考えたりしますか。いや、全然あります、あります、はい、あ、そうですか。そういうそっちの方の貢献もできるんじゃないかなって、はい、またでも競争しなきゃいけないですね、若い人たちと。企画の出し合いで、いや、すごい競争はすごく重要だと思ってて、うん、なんか次の経営人材を育てるとかね、そういうテーマってどの会社もあると思うんですけど、うん、でもなんかあんまりレールを敷いてあげることに意味がない、
いいと思っててですね、あの次の経営陣の候補たちは君たちだよって、で経営に必要なのはこう、うちはこういう強みで勝ってきたからって、であの財務経過何からのこう数字こうだよとかっていうののインプットをしてあげても、じゃあ次のそのリーダーになっていくかっていうとそうでもないと思うんですよ、はあ、リーダーってその自分でない未来のゴールを定めてそこに多くの人を引き連れていくことだと思ってて、そのレールが敷かれてるところになんかあを進んでいく人じゃなくて、レールのないとこにここ行くぞっていうふうに言える人だと思ってて、なのでなんか僕のその理想を言うと、俺はもう絶対社長辞めんぞって言い張ってこう戦ってる、はい、その競争がある中で、あの自然と倒されるみたいな、やべえあいつ勝てねえわみたいなっていうのが出てくるっていうのが理想だと思って、はい、なんで経営とかもそういう意味で純粋な競争があるべきだし、まあ、僕はとにかく倒されないように頑張る、だけど倒すように頑張ってほしい、で、まあ、仮に、まあ、もし僕が企画とかそういうのに戻ったとしても、僕はもうね、その倒されないように面白い企画頑張る、で、あの若い人たちも全然あの分かってないですねみたいな、あのもういや木村さんのやつ面白くないですみたいなので倒されるみたいな、そういう関係がすごくいいなと思ってるんで、あんまりじゃあ幹部候補生とかって考えないってことなんですね。そうなんですね。そうですね、僕は考えてないです、まあ、会社は考えてると思う、はい、でも大体そういうとこじゃないところから出てきた新リーダーみたいなのがすごいことしでかすような気はしてるんですよね。なるほどね。そんな木村社長が憧れるリーダーは世界を揺るがしたあの人物だった。木村さんのこう目指すべきリーダー像みたいな、なんかこう意識する経営者だったりとか、この人の影響を受けてるなみたいなのってあるんですかね。そうですね、かっこいいなと思うのはやっぱりスティーブ・ジョブズとかですかね、まあ、彼の書籍もそうですし、フィギュアとか持ってたりとかですね、かっこいいなっていう。ミクシーの木村社長が異業種の質問に即興で答える社長質問があります。ミクシーが人気の理由は、選ばれてる理由はかそってるからだと思います。